みんな頑張れ。朝9時前、東京渋谷駅から徒歩10分弱、開店前の店に行列が。おはようございます。どうぞこちら詰めておかけください。おはようございます。オープンと同時に満席の店内、お客さんのお目当てはかつお節。朝からかつお節ご飯に人が絶えません。店主はこちらの女性。かつおちゃんってみんなに呼んでもらってます。かつおちゃんでいいんですか？はい、かつおちゃんでお願いします。かつおちゃんこと長松舞さん。まずは自慢の味をいただくことに。削りたてのかつお節をかけたご飯とかつお節で出汁を取った味噌汁のセット。すっごい香り。はい、もうちょっと入れてもらって。はい、おいがつおで。おいがつおって、ね、おいがつお、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、すいません。はい、カツオってこんな美味しかったんですか？そうなんです。このカツオ節の香り香っちゃえば、うん、もうそれだけで笑顔になってしまうっていう。さらにここでは料理を食べてもらうだけではありません。シュドウさん、カツオ節削ってください。削ってください。いや、僕は食べる専門で。いや、シードさん違うんですよ。かつお節を、まあ、見て、こう、はい、まあ、香って、まあ、食べて、さらに削ることでコンプリートするんです、はい、コンプリート、コンプリートするんです。ここのスッとここの先がこう通り越すまで。はい、そうです。あ、そうです。はい、そうです、そうです。あ、そうです。おお。食べるだけでなく、こうやって体験してもらうのがカツオちゃんの流儀。このカツオ節削るって行為なんですけど、生きているカツオ節と、あとこの実は道具も生きてまして、木が呼吸してるんですよ。だからこの時の自分のマインド、例えば最初に削っていて、あ、削れないなって思うと焦るじゃないですか、はいはいはい、それがやっぱり伝わるんですよ。ふーっと落ち着いて、はい、スッていくとペロッとめくり始めたりとか、本当にその生きているので、はい、生き物とこう対話するような形で。カツオちゃんはかつお節について学ぶため、これまで全国の産地を巡ってきました。さらにそれだけでは飽き足らず。かつおにお礼が言いたい、かつおに会って話したいと思って、はい、それでそのやっぱり港に会いに行くだけだと、まあ、そこには亡くなっているカツオしかいないので、はい、だったら沖に行こうということで、ね、漁に同行させていただいたりとか、 あとはカツオと泳ぐ機会もいただいて、まあ、三好まで。カツオありがとうって。カツオなんて言いました？カツオは逃げていきました。そしてその大好きなカツオ節を広めようと6年前にこの店を始めたんです。それにしてもなぜこんなに鰹節が好きなのか。そこにはある出来事が。渋谷で鰹節料理専門の食堂を開いているカツオちゃん。ありがとうございます。それにしてもなぜ鰹節が好きなのか。転機は25歳の時。当時は食生活に無頓着でしたが、たまたま訪れた祖母の家で戸棚から削り器取り出してきて、これは亡くなったおじいちゃんがおばあちゃんに結婚した時にくれたんだよみたいな。でガリ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 って削ってくれてる姿に、もうドッキューンと、もう別世界、なんかこう表現しづらいんですけど、ファンタジーの世界
行ったことないってことだそうです、ね、そう、はい、それが表現したいです。削る時にふんって自然と声が出て、そのシワシワのこう手で一生懸命こう削る姿に、はい、ああもう私が同じ女性として目指すべき姿はこれだって思って、自分の知らなかった世界を見せてくれた祖母。その姿に感銘を受けてから鰹節の奥深さにのめり込んでいきました。カツオちゃんには美味しさ以上に伝えたいことがあります。どんな人が来るんですか？本当いろんな方で、今だったら海外の方、喜ぶでしょうね。それは、はい、茶道とか書道とかあるじゃないですか、だから私はこの鰹節を削る道として鰹節道を今作っているんですね、はい、鰹節道、この道を海外に持っていきたいなと思って。これはいけると思いますよ、はい、ありがたみを持ってちゃんとこう削って、はい、そしてまあご飯にかけたり、うん、だしを引いたり、はい、ね、そうやってあの私たちがこう美味しく楽しくいただくっていう、なんかそれをやっぱり一つの道に込めて届けていきたいなと思って。